マツコとマッチでございます。そしてトロはイッチでございます。そして隣にいますのが、はい、DMM パチタウンライターのまゆみです。はい、というわけで、かわいい、かわいい、きた、かわいい、かわいい、ボヨミじゃなかったよ、番組のタイトルコースだしね。というわけで、始まりました第17回マツコとマッチの那須川まゆみというなんですけれども、後半戦、今回は前半戦からですね、グッズを作る、ノルマをクリアしようと、プロジェクトがありまして、前回から私一人で頑張ってきたんですけども、手助けしてもらおうということで、来てもらって、はい、やってまいりました。なんとその触れ込みは剛腕。笑っちゃいますよ ね、 いや、それ笑っちゃうかどうかここからだから。ですよね、うん、そうそう、まだまだ結果出てないんで、ね、今のところですね、うん、なんと2人合わせて1500枚ほどのプラスを置き時で叩き出してるということで、はい、今のところ順調ですよ。そうですね、後半戦ね、僕の台は、まあほぼ上じゃないかとですね、で、まゆみちゃんは設定はわからないけど、はい、天国スタート。そうです、そうです、はい。残してますんで、10年目があるかどうかです。そうですね、まあ2人合わせて前半戦の締めでも言いましたけども、プラス3000枚ぐらいあれば、はい、御の字だと思っております、はい、だから僕が、1人で3000枚出した場合は、5000枚を狙いたいな、うん、結果2000枚ぐらい、うん、そう、うん、いいのかなって思うよ、まあ、僕がね、普通にやってて3000枚買ってて、はい、5万を連れてきたぜって、じゃあちょっと足して帰りますみたいなのでいいのかとは思うけれども、あ、でも足を引っ張らない、これ大事です、はい、そうですね、僕がだって思い描いたシナリオでは、まゆみプロが、はい、今日フリーズ引くっていう目算なんで、はい、言ってましたね。まあね、もしフリーズ引っ張ってきたらもう多分行くでしょうね。もうやばいですよね、うん、いや、そんなことはあろうものならば、もうね、剛腕の称号を欲しいままにし、はい、それでいて、まあ、勝利の女神であったと、はい、間違いないんじゃないでしょうか。欲しいそれ、うん、誰かくれないかな、ね、やっぱグッズがかかってるわけですから、私も欲しいですもん、グッズ、那須川ママにキッズの皆さんが、うん、グッズをもらえるかどうかに収支が直結してるので、ですよね、出せば皆さん喜びますし、うん、負けようもんならば何しに来たんだってなりますから、めっちゃプレッシャーかける意外とプレッシャーに弱いから。いや、でも今日もう聞いてるんで、うん、バシさんドライな体で行くって聞いてるんで、いくらでもどうぞ、そうそう、答えないから、分かってる、分かってる、分かってる、こっちも大人だからってそうなんですよね、分かりました、なるほどなるほど、じゃあね、はい、これね、ちょっとクリアが見えてくると見えてくるので、ちょっとね、うん、緊張感が変わりますけれども、まあ、ぜひね、まゆみちゃんにはこう、那須ママにね、質跡を残していただいてね、はい、いやー、いいね、なんか一言言っとくことあります？何でしょうね、いろいろと今、私の中でミッションを変えてるんですけど、え、勝手に、え、個人的な、え、2人とも勝つってなかなかなくないですか？なかなか今のところ、だから本当は足を引っ張らないように、ええ、まあ、どっちもプラスで終われたら、私の中では来たからあるかなっていう、オッケーかな、うん、なるほどね、そうね、すごい綺麗、控えめー、まあ、まずはそれをね、それを前提としてリスクもありますから、そうですね、はい、傷跡、やっぱね、でかい傷跡残して帰ってほしいな、ここに前にあると、今のところね、あの、おにじいがあのクレヨンで描いた、ね、偽物の傷跡がこう一生懸命俺がそれ、俺がなぞってる、俺が、おにじいっていいと優しい D ですからね、消えちゃう、消えちゃう、前にちゃんと傷跡消えちゃうって、ね、今なぞってるところですね、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 上からこうカットやってほしい、大きいことを言うと、まあ、横にいるね、さっきからちょっとドライに見ているバッタに剛腕の剛くらい増やしたいですね、いや、もう人は吹かせてほしいですよ、ああ、吹いちゃってください、吹かしたろ、吹かしたろ、おい、やってこう、頑張りたいと思いますもん、はい、こんな感じで、ね、楽しく後半戦もいけたらと思います、はい、果たして何枚プラスまで持っていけるのか、エンディングまで楽しみに見てください、はい、それでは後半戦実戦スタートでございます。はい、はい、な、後半戦スタート、なだれスタート、後半戦スタート、お、一芸連鎖からです。え、じゃあそれちょっと光り方見届けてから私も行きます。あ、なるほどね、イメージね、はい、あ、通常、じゃあ私も行ってきます。いらっしゃい、続きたい、まあ、まゆみちゃんはね、10連目、大チャンス、大チャンス、お願い、あ、しびれる、残念、残念なのか、いねえのか、わー、それね、でもあの子役で2、3回スルーしても結局天国いたってことありません？あらららら、ね、7割外れたからスイカでも、ですよね、本当はここで使ってくれた理想系は、そうね、理想系でしたけど、
レアコヤック挑戦で継続を。おお、いる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 、うまい、いた、あー、おう、あー、よかった、10連チャン、10連チャン、いましたよ、いましたよ、素晴らしい、よかった、2桁突破です。初ゲーム、しかもビッグに寄ってきました、全然寄った甲斐があります、助かります、いいよ、持っていきますね、ナスママキッズは渇望しております。早く T シャツをよこせ、早くステッカーをよこせ、私にもくださいね、真由美ちゃんには XL を2枚差し上げます。やっぱいいですね、我々2人が貪欲ですから、物事に対して非常に欲が深いので、はい、キッズの皆さんも、ね、欲深くいきましょう、そうそう、だから、ね、ちょっとね、ぐだつくようだったらもうガンガン言って大丈夫、お前ら早くよこせと、何事だと、早く早く遅れと、言って大丈夫です、ね、そうそう、松本プロに至ってはね、この世界の利権すべて持ってこうとしますからね。抽選とかね、まだ何も分かってないです、分かってないですか、まあ、ただ一つ言うのは、お金を出していただいて販売することはない予定です、はいはい、何かの間違いで、うん、もう持ち出しては賄いくらいないぐらいの数が必要になった場合は、うん、DMM さんも一作考えると思いますけど、うん、まあ、今のところはね、分かんない、 DMM の懐がどれぐらい深いか分からないからな、そうだって絶対ナスママってもう一番視聴率取ってるからいけじゃないですか、いやいやね、できればね、うん、お金はいただかずにやっていただければ我々はね、御の字です、そうそう、俺がね、うん、一番危惧してるのは売った場合、まず松本がロイヤリティ何パーですかって話を詰めに入るから、ここが俺はね、やらないよ、怖い、え、やらないよ、松本プロは富を築いていったわけ、やらない、やらないよ、それがね、またあれよ、全く自分の番組じゃなくて、うん、で、あ、なんかそのデザイン気に入ったから松本さん一個ちょっとデザイン考えてくださいよって言われたら別、まあね、まあね、そうですよ、それはお仕事としてやるんだったら、ね、あれですけど、僕だってね、その見境なしのね、あれじゃないんだよ、見境なし、ああ、董卓じゃないんだから。よし、ここはね、多分いないんだよね、そういえば、これ引き戻しで引、おっと、こぼした、引き戻しで引いたやつだな、うん、で、一芸連は子役で当たってるんで、いないんですよね、あー、まだここから、なんだろう、この置き時計って、ビッグ中も緊張しちゃうっていう、わけわかんない、このドキドキ感、今日じゃあずっと緊張してるじゃねえか、いや、もうレンジャーが始まってからもう終わらせたくないが一心ですごい緊張してますよ、緊張、ドキドキ、どうだかな、よし、見てください、リアルドキドキモードで、本当、リアルドキドキですよ、なんかドキドキにいてほしいですけど、でもね、もういる可能性あるよ、ありますよね、10連はある、だってもうそこまで来ると、まあ、あれ継続率がね、何かしら起きてるなっていう話になってきますから、しかもドキドキの疑いが本当にあるですよね、子役も一回もないんで、子役で光ったりとかも、松本プロはまあまあ厳しい感じですか ね、まあ、ね、これはまあ納得のスルー、まあ、納得でございます、ちょっとまゆみちゃんも怪しいかな、いや、こっから抜けるとなると、まゆみちゃんの台が奇数か偶数かも正直見えない状態なんでね、本当ですよ、次の天国までの道のりが険しいのか、それともちょっと見えないですね、いや難しい、引き戻しにいればね、だいぶ今のやっぱドキドキだったんじゃないかと思いますけど、ゲーム、チェリー、ドン、あー、ナイス、トータル10連、まあまあ頑張った方っすよ、10連ですね、このね、次のね、連をどんだけ早く持ってこれるかで2人は今日決まると思うな、
実戦時間も考えるとここですね。ここだよ。ここで時間かかるようだと出玉がだいぶ減らして、ここ100ゲームぐらいでボーナス2個ぐらいで2個ぐらいで上がってくれるっていうのが理想っすよね。完全に横で控えてるキッズがいますね。いつもいるやつね。あいつだ。いつもいるやつ。顔なじみですか。そう。いつもやる気だ、やる気だろ。でかいんだよ、袋がよ。あ、これめっちゃうまいっすよ。それ何？チョコドーナツ。これぶっ飛ぶほどうまい。マジ？マジで。仕入れてるな。どこで持ってきたの？セブンで売ってんの。はあ、おすすめです。何の宣伝やん。かわいい笑顔。藤屋のお菓子、ありがとうございます。またよろしくお願いします。チョコもらっちゃった。ありがとうございます。ね、ここのお店来るとね、めちゃくちゃ物もらうのよ。なんかそれで食いつないでいけそうな気がする。それは無理で、だいたい甘いお菓子ばっかお菓子があれば。あいつらは本当ね、前回だってバッチに持ってきたのジャガイモでしたからね。もう間もなくですね。間もなく敵にします。彼らのが地元だわ絶対間もなく私が間もなく敵って20日のみ敵っていうことで、悪意が悪ふざけが過ぎるってね判断した場合は、ちゃんとね、映る気でね、生きる尺を作る気で来てるから。今回はあの美味しいお菓子を持ってきたんですね。前回ジャガイモを持ってきましたんでね。なんでジャガイモ、思いついたんでしょうね。並びがすごい。ありがとうございます。おかきがなんとすごい量。本当に今日はやばい、今日はやばい。あれよ、そのそろそろ無双に飽きてもいいぞ。今日はすごい。あのね、差し入れのタイがね、でかいよ。あとでちょっとね、そんなライターさんいないよ。あとでちょっとご紹介しましょうね。手ぶらで来よ、みんな。手ぶらで来て。今日は過去最高じゃないかな。あれしよう。この量は。打とう。打ってね、もし出たら、なんかありがとうっつって、ありがとうっつって別に俺もお礼言われる筋合いねえんだけどさ。そうだね。おめえがうめえだけだろっていう話になる。僕初対面の人からこんなにグミっていうワード言われた年ないっすよ。俺も今年あの口を開くことに、いやこう今日グミないんですけど大丈夫ですか、大丈夫だわーっていうやり取り何回やらせんだよお前ら。ちゃんと俺の戦略通りにね、あのことが動いた。俺すいません組武装なくて、いや大丈夫だわいって俺何回やらせてでも本当に好きなんですよね、組は。組は好きですけど、そのね、なんていうんだろう、あのね、そのもう多分ね、みんながね思ってるほどの熱じゃないと思うよ。もうね、俺マジグミ知らねえグミやったら、知らねえグミやったら買っちゃうな。でも知らないグミやったら買っちゃってたんですよ今までね。うわ新しいグミ出てるのかって楽しみ、そういうのが楽しくてホテル泊まるときとか。でもね最近ね知らねえグミねえから、もうあのおかげさまで。だから松本はあれだよね、その、この世界の利権を全部自分のものにしようというのと一緒で、この世界のグミを全部口の中に入れようというところが始まって、ね、もう制覇しちゃってるっていう、ね、だいぶ可愛くない後者は。ね、この世界のグミ全部口に入れてこうって幼稚園生が言ってたら超かわいいやつだよ。そうYeah.
ごいな、見せたなあれ。危なかった。松本やっぱ凱旋ばっか打たしといた方がいいんじゃないかなと思っちゃうもん。凱旋はね得意ですよ、いや本当それこそ松本は凱旋で、まあ俺は本当ハーデスだけ打ってれば絶対負けねえし、それだけ打ってれば。あ、その発言はじゃああれするな、その発言はあのいわゆるじゃあもうゆくゆくは僕が凱旋打ってエイチがハーデスを対決というフラグになりますよ、それは。ほう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 。あ、まああのもしね仮にですよ、ナスママに最終回があるならば、やりましょう、やりましょうか、じゃあやりましょうよ、その時でついにね、本物のイッチ怒りのアフが見せてやりますよ今日だじゃねえか。今日言うなよ、だからそれをオチを言うなよ今日だだよ、オチを言うじゃねえよ怒ってんじゃねえか、すでにすでに怒ってるじゃねえかあー、下皿のマリタン、おーチェリーだ、イエーイ。いや今ね、この時間内の壮絶な話がいっぱいありますけど、大体カットでしょうねナイスイン、はい、それはそうだって話で本当に300ゲームすごいな、私全然子役で立ってくれない、1回ぐらい毎日やろう。でもちょっとハマり深くなってきたねですね、徐々になんか化けのこの手を変えとかないとな、ずるずるね行くとね全部なくなるからね。本当ですよ、そうなの、1回のハマりがって命取りなんよ。よいしょと、よし、おお2発上がり、早い、素晴らしい。いやもうこっからはね、まゆみちゃんは本当ね、マジ私サッカーも確定役狙いしかしてないんですよ。もうそう、偉いフラグ引くしかないよ、もう確定役狙い、だって時間だってないんだもん、そんなに。本当でしょ、当たりを狙う打つ打ち方と確定役を狙って打つ打ち方が違うってこと確定役狙いしかしてないです、まあ、あるなら教えてほしいんだけど、立ち回りみたいな言い方をしたからって高速点出ないからハイヤラに切り替えますみたいな。でもあのサッカーレバーのタイミングめっちゃ変えてるんですよ。あ、なるほどね、うん、ぜひね、本当にあるならオカルトバッチコイにください、それ。3万分の1を引き当てた暁にはね、手紙書きます、手紙。何をやって引いたのか知りたいですもんね、それを引いた暁にはパラババラババン、うわ落ちたかも。うわ遅れた、いた、おった、遅れた。29ゲームセーフ。あーでもまあ引き戻しの可能性もややあるかな、ここまでが偶数っぽいだけに。よいしょ、いやーさっきの引き戻しっぽいな。およよ、一回引いたんですけど29ゲームで当たってるんで。レギュラーでした、レギュラーでしたね。あ、もう完全ですよね、引き戻しでしょうね、さっきのが2連からの引き戻し、2連、まあ2連、そう実質単発かな、一発抜けで一発で引き戻しに落ちた可能性大。まあやっぱこう1日のうちどこかでドキドキに入れないとね、やっぱ大きな出玉持つのは難しいですよね、特にもう本当偶数はそう。
66% ではね戦えないですわ全部はね。うん、そうね。30のおっと、お当たっちゃう、もうここで当てちゃう、当たっちゃう、せい32と、はい、さっきの29ゲームのレギュラーがおそらく引き戻しじゃないかと。うん、ってなると次上がってくれてもおかしくねえぞってなるんでね、まあいいでしょ。いやなんか今日一つらい状況。いや500ハマりはきついね。やばい、やっぱこれ下だったのかな。下の可能性も否めないね。下の可能性も否めないぐらいハマっちゃってる。否めなくなってきましたよね。酸化もとかそういう話してましたもんね、共通メールで言ったら。3カモって言ってる時は1カモがありえるからね。1か3カモって言ってる時は1カモがもう 近めにいるから怖いな。間願わくば一発で本当もう上げてしまいたいけど、そんな奇跡起こるかな。まあ不可能ではない。まあゼロではないですもんね。ゼロではない、前向きにいこう。むしろ置き時は A から天国も 10% ぐらいあるって奇数でも、うん、仮に設定1でも 10% ぐらいはある。設定奇数なのかな。まゆみちゃんはその初体験は実施されたって話ですけどあ、戻りましたね。その後は結構濃い大きい女ですか、そうでもないですか。その後ですか。全然そんなこともうなんかそんなことない。そんなことないですね。今彼氏いないんですか。いないですよ。今まで何人ぐらい彼氏いました。多分13人ぐらい。結構結構いるな。結構いるよね。結構います。なんうーんどうでしょうね。なかなかの量よ。やっぱモテるんだね。ヒューヒューヒューめっちゃ冷やかされてるいやちょっと喋ることないからで13話ね見てる人多いって思いますよ。本当ですかね。うん、でも内容薄かったりしますよ。本当に内容ってどんなことよ。なんかその短かったり、うん、とかそういうなんかじゃあ特別ない思い出のデートあるって言われて実はなかったりとか。ちなみにじゃあ男性の好きなタイプはどんな感じの。あ、もう本当スロット許してくれる人ですね。そんな人は多分世の中にいっぱいいると思うんですよね。いやでも女の子がスロットみたいな人もやっぱまだいるじゃないですか。まあいるけどその少なからずともこの店にいる人全員 OK と思ってるわけですからあとやっぱ縛りが強くない人ですね。縛り、私本当にスロットとか拮抗縛りあの黙ってもらっていいですか。あれね、束縛ってことよね。そうですそうです。なんだっけ、麻雀とかスロットよく行ってて、そうすると携帯見ないじゃないですか、はあはあはあ、で連絡取れないどうのとか言われると、はいはいはい、もうなってくる。うるせえぞと。でスロット行くって言ってるんだから察してくださいみたいな、うん、それね、よく俺嫁に言われるもんね。なんかそう、だから男の人と同じ感覚を持ってるかもしれないです。でも13人はね結構モテた方じゃない。そうですかね。ねえバッチさ、え、まゆみちゃん今まで彼氏13人いたって、はい、多くない。多いですね。13は多いよね。多い、多いですね。多いよ絶対。お付き合いした方が13人。そう、それ多いよね。お付き合いした方が13人多分ね。まあ、別にその爆発的に多いわけじゃないですけど。そう、あ、やっと光った。出たー。多い方ではある。鬼 D の無駄話切れないところで光るやつ。あ、しかもリカフ。おめでとう。抜けましたね、よかった。ようやく恋大きい女かなちゃんと一緒ってことでね。クールポイン内でかなちゃんと一緒だったらもうちょっとサービスしていただきたい。いや、やきもちかもしんない。ジェラシーかもしんない、まゆみちゃんへの。あ、私より二人多いけどみたいななるほどね、うん、あ、よかった、ありがとう。まあね、まゆみちゃんまあ言うてもね可愛いですからね出た出た出た。言っても可愛いんで、そりゃ13人ぐらいね。13人の、いいから。鹿児島男児ですか。そうそうそう。あのバチさんもなんか乗っかった感じで可愛い可愛いとか言ったからやめてもらっていいですか。あ、大体僕らこういうスタンスで生きてるから。本当本当可愛い。ただただひたすら可愛い。いや、私でもその言葉すごい本当弱いですよ。弱い、好きってこと。いや、もうどういう話
応していいか分かんなくなります。褒められると。そう。あ、そう。かわいいな。その僕そのだから。まゆみちゃんがね、最初にバチさんって出た時、はい、僕担当の人にあれ、あのまゆみちゃんってこう可愛くないですかって俺言ってたんだよ。あ、言った。あの写真で見てる。絶対嘘。いや、言ってたよ。で、今日一緒に来てる方に聞いてみたらいい。いいんじゃないですか。だから一応私も、あの、お、早い。はい。私の話中は光りますから。非常にカメラ映えする顔なんだよね。目鼻立ちがすっかりしてて、あ、あの身長が高いってすごい勘違いされてます。わかるわかるわかる。すげえチビだよね、実際は。だから会ったら実はチンチクリンですよって思う時に、ねえ、で本当私このチンチクリンとかって言葉って逆に嬉しいって、そういうけなされる方が。あ、まあ別に僕とバッチは一言もけなしてないですけどね。僕らはずっともうただひたすらに、うん、いや、むしろなんか棒読みでかわいいかわいい言われる方がなんかもう、かわいい、かわいい、かわいくて引き強いわ。あー、かわいくて引き強いわー、剛腕だわねえ、光らしてやれ、光らしてやれ光ってくれない。あー、もうやっぱり枯らしてやれ。やっぱりパスロは、パスロは立ち回ろうぜって最後に言えそうだわ。隣で打って腕で出すからとかね、マジで一周してやるからマジで。でもね、これはね、今日ばっかりはね、これね、プレゼントがかかってるから。ね、頑張っていただきたいですね。もうちょっと攻めてまた戻したいんですけど、もうまぐれでいいんでね、全然事故でいいんで今日なかなか松本バッジ S キャラだね。なんか今日なかなか S キャラじゃない。あ、そうですね、かなちゃんが見てるんでね。あ、そうかそうか、決して出れてかなちゃんに断る、そう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 、嫌われないように。今ね、今のところ成功してるんでね。女の人と時々打てないじゃないですか。だから女の人と打ってきて失敗してんだって。そうか、今日初の成功となるか。今日ね、今日今偽りが成功してる可能性がね。いや、まゆみちゃんのね、その当たんなかったからさっきまで、うん、パーソナリティを掘り下げようかっていうね、感じでね。全然いくらでも掘り下げだったからさ。ね、全然ね、僕が言うこと拒まないからさ、経験人数がなんとかって話もスルーしていくから全部さ、うん、全部受け止めていくからね、すごいよね。いや、素直なんですよ。受け身の達人で、合気道とかやってんじゃねえ。心の合気道、心の合気道やかましいわ。ちょっとあれなんだから全部受けなかった。上がっつ 31? 上がっつみたいな。それはどうかな、ならない。レギュラー連打中、31か、わからないな、わからないけど、とりあえずいいよ。でも6とかってこうやってわかんなくなるよね、結構ね。これね、非常にね、モード以降が闇の中ですね。このレグ3連はちょっと闇だね。2ビッグ、29レギュ、89レギュ、31レギュ、この中にどれか天国はありそう。まあ2は天国だろうな。次だな、次。うわ、いた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 よ、いたのか、行ったのか。いや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 、いたのか、行ったのか、どっちかなのか分かんないですけど、迷ってるんだったら教えちゃうみたいな。いた、まゆちゃんもいた、きた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 。あ、でもレギュラーだ。いた、これはいたでしょ。かなちゃんが本気出す。さっきも一発で上がったんだよ、まゆみちゃん、すごいじゃん。ゴーワン、ゴーワン出たー、やぶれかぶれ、すぐ乗っかる、やぶれかぶれだ、箱のコインは全部なくなりましたけど箱のコインは全部なくなりましたけど、一発戻し2回はすごいよ。そうっすね、初当たりの速さだけ何ありということで、もう俺は奇数でいて、奇数で何でもいいから奇数でいてほしいよ。天国にね、いるんだったらやっぱビッグ引っ掛けないと。ナイス、ナイス、ビッグビッグ、よし、ナイスビッグ、
ナイスビーストナイスビーストこっちまで入ってきたもん今かなっちゃう、ね、かなっちゃう陣地は超えないでかなっちゃう来るよ。バッチさん笑ってくれんの？なんかちょっと嬉しくなっちゃって。本当それ危ないよ。バッチが笑ってる時は大体バカにしてるから人のこと。え？だってバカにしてないよ。大体小バカにしてるから。多分ね目は笑ってないと思う。小バカにしてないっすよ。小バカもうあれだなって壊れたんだなと思って。いやでもとりあえずねビッグもらえてよかった。いや嬉しい。そう天国中にビッグもらえないで過ぎちゃうとさ、本当ですよね、意味が全くねえんだよ。今日は結構ジャグラーも出てますね。ジャグラー出てました。あれなんか、うん、新しいパネル入ってましたね。緑のクリスタルパネル。そうそう緑のね、うん。あんなん出たの。あとバジリスク絆も出てますね。いや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 。まあ時々花々はもうあの言わずも言わずモナが。モナカって言いました。言わずモナガな。言わずモナガ？モナカ？そういうやつ。言わずモガラ。今言わずモガラ。言わずモガラ。モガナ。あんまり使わない言葉だから。多分これもうオンエアされる頃は年末になってると思うんでね。11月の後半。うん。皆さん今年はね年末年始里帰りなどなさるのでしょうか。僕は帰る予定ですよ福島には。今年は大晦日仕事ない。今のところね拒否っております、ね、去年地獄見たもんね。拒否続けておりますね今のところ。去年地獄を今年はゆっくりさせてくれっていうことで行ったんですけど。まゆみちゃんは私も三重県ですけど。まゆみちゃんは三重行きます。三重県に大晦日チャレンジ。いや全然プライベートで、はい大晦日チャレンジ。え大晦日チャレンジ。大晦日チャレンジ、はい、その知り合いの友達連れて今三重貯金してますよ。いいだね。もちろん言わずもがな言わずもがな一も行きますから。あ言わずもがなですよね、はい、すげえんだよこの人の年末年始の。いや来ましたよ。マジでやばいよ。まあねまあねそういう日もあるよ。そういう日もそういう日もってかだって何年連続よ。本当ですよ。 2年です。2年。その前はパチンコですげー出してるでしょ。そう田畑の将軍で元旦に近江物語で5万5000発出しました。ほらで2年今ここ2年連続満杯でしょ。まみちゃんごめんね。ごめんね剛腕キャラ奪っちゃってごめんごめん。剛腕エピソードが次々ねごめんごめんそうごめんなさい。でも1個だけ白状しますね、うん、私パチスロー歴、うん、まあまあ歴です長いんですけど、うん、万枚処女です。あおや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 、ね、誰だ剛腕って連れてきちゃう。あらあらあれあらあれ万枚処女なんですが、はいはいはい、ただやっぱりトータル勝ってるってところは認めていただきたい。確かに確かに、今まで一番出した機種と枚数はいくつですか。それこそ、ビンゴの最近8600枚とあと挑戦の剣の8400枚。最近4号機じゃねえ。あと4号機は覚えてない。あ覚えてない。あ4号機の細かいのが覚えてなくて。細かくと覚えてないんだからそんな出てないんだろうなそれ。そうでしょうね。大体抜けたよ俺。18入ってくるといくらぐらいですか。あいた。あらチェリー。いやー怪しい。引き戻しくせわからないなカラちゃん。わからない引かれ。そしたら分かるからな。なんだよこれすげえな。まあ6ですよね。すごいこれは6。300 2ゲーム、29ゲーム89ゲーム31ゲーム1ゲーム29ゲームこれはちょっとどこまでが天国なのか分からないな本当に。ああ私も頑張ろう。正直ね、なんか2、3回、僕も最初万枚出すまでは万枚言ってましたけど、あるよね、うん、2、3回出しちゃうと、別に9600枚も万枚もそんな変わらなくなる。なんかね、とりあえず1回は出してみたいなみたいな、ね、そうですね、出しては見たいんですけど。っていうふうな気持ちは分かります。早くしないと万枚出ない時代になっちゃうかもよ。それは言える。
今だってそうですよね。いや今まだ可能性全然ある。今は全然ある。全然ある。あります。全然あるよ。それこそ凱旋ハーデス、バジリスクとかあの辺があるって全然ある。今しか多分ないよ。もういつ出すの。そのそれこそストラタスが打ってる場合じゃないよ、はい、いやでもあれだって7000枚出ましたから。だから万枚を狙うにはストラタスじゃねえ。こんな綺麗にあんな雑な振りをスルーされたの。ええ、もうやりません、そういうの。やばい、落ちたかな。あんなに、あんなに分かりやすくやったの。だって今は無理だもん。会話の、会話の中に埋もれてしまった、その模様をどうぞ。で、わーわー言ってるうちに、スルー。3連チャン。短かったな。短なんかこうなってくると偶数かなって思うよね。偶数かなって思っちゃいますよね。帰りも早いから、うん、これは欲しいな。これは欲しいわ。あれだよ、まあ、バチバチバチ。こここそあれだよ、ツバッチシステムでしょ。いや俺はもうだから光ったことねえからさ。いやここは逆にだっていないのが当たり前のとこだから。ああそうね。そうツバッチシステム。わかりました。ツバッチシステムの当たりをみんなに見したい。もともといなくて、そうそう、別にだって普通の天国中にやるの嫌でしょこれ。ほら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 。あほらいないんだよ。あ絶対いないんだよ。おいしょまゆみちゃんダメじゃん。本当の王かよ。本当の王かよ。まゆみちゃんがガチめにあっつっちゃったから俺我慢してた。今のはでも今のはあの嘘に前のゲームで嘘でおって言ったじゃないですか。だからまた簡単な乗っかり方したなと思って。意外と本当にびっくりした。めっちゃ真剣に見てたら、マジかよ。これがツバッチシステムの面白さですよ皆さん。皆さんね、いきなり7が降ってきますから、我慢しとけっつったのに普通に、そうそうおっつって、しょうがないから俺も乗っかって騙しておってもう一回もう一回かぶせに。本来はね自分一人でやって、はいはい、あのね、おとか言われるとどっちみたいになっちゃうから構えちゃうから、今のでも面白かったでしょ。おって言っちゃったのかよ。絶対光ってねえと思ったよ俺今。逆にね。いや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 、下皿がパンパンになりました。おめでとうございます。近くにドル箱はございますか。おめでとうございます。近くにはない。 あ、 ありますあります。はい、ください。あ、 ありがとうございます。来たー、はい、哀愁の、はい、哀愁の共演者、共演者ドル箱。あ、使っちゃってください。使っちゃってください。使ってください。大丈夫なんです。まだ私いらないんで。まだまだね、まだ大丈夫ですもんね、これからね、必要になるんだと思います。高速出たピョーン。高速来た。あいいスロー、スロー、高速スロー、スロー。さあそろそろ時間もなくなってまいりましたよ。やばい。いや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 、まゆみちゃんもあと1回天国やりたいよね。そうなんですよ。せめてそのためには早く、せめて1000枚戻したい。た例えばまゆみちゃんはこうどういう風になりたい、まあ、じゃあ誰々さんみたいなのがこう理想ですよねとかさ、例えばね。いいですね。例えば例えば結構一番じゃないけど割と困る質問かもしれない。それマジかよ。マジかよ。マジかよ。みんなすぐ答えるやつだよこれ。なんかまだ本当にその日暮らしかよ。初体験、みんなすぐ答える。さらった話はさらっと答えられても、将来のビジョンについて、いや本当に試行錯誤中なんですよ。おかしいやつって。いない。はい、誰かいません。普通に澤美織さん系はなりたいですよ。おーっと、あー来た。あの私もなんだろう、ある種ツッコミ方とかは豪快なんで、うん、なんか女の子、女
うんうんうん、スロッターとしては認められたいですね。あのなるほどね、打ち手としてね、打ち手としては認められたいんで、だから今すごい悩みながら、いろんな人の動画見たりとか、なんかその本当のしかし、あの沢美織さんの登場頻度高すぎませんかね。それだけで美織ちゃんはみんなが好きってことよ。まあ今ね、群雄割拠ですからね。そうですね、女性パスライターも演者さんも多いですし、まあ、女性だけじゃないですけど、若い男の子とかもね、いっぱいいるしさ、頑張っていかなあかんなと思っておりますよ、僕も。結局おめが頑張っていこうって話になっちゃってるけど。違う違う、お前、お前そっちの赤い女の方がなんじゃねえよ。俺は別にまとめただけだろうがよ、我々も頑張っていかなあかんなって言ってるんですよ。目標にしたいからずっといていただきたいです。目標にずっとなんか本当わーって言ってほしいです。松本バッチにね、はい、あ、僕にわーって言ってほしい。お母さんか、なんか本当にこう夏ママ見てて、ちょっと本当に羨ましいんですよ。羨ましい、羨ましいからもうずっと見ちゃうんですけど、だからそのままなんか、あ、もうこんな本当楽しそうですし、もちろんあの知識も詳しいし、すんなり言葉も上手だし、っていうので見る側にとっても本当にいい動画だと思うんですよ。いやー、ありがたいです ね。だから私の中のそのある種ちょっとすごくハードル高いけど、本当目標の番組としてずっと君臨していただきたいなと思います。すごいですね。もう出玉で爪痕が残せそうになるから、いいコメントでお前尺を作ろうとしたんだろ今。そんなことないでしょ。よかったよ。生きるぞ今の尺は。まあ後半ね、あの天国どれだけ伸びるかっていう感じでスタートして、どうったんでしょう、で一発で落としたじゃない。いや、ね、落としたんじゃないです、落ちたんです。あ、そうね。考え方がド M なんだよな。ド M なんだよな。落ちたんじゃない、落としたんだ。そうだな。だって落とそうと思って落とせないんで、勝手に落ちたんですよ、コツが。落ちないように、落ちないように落ちないようにしてたんだけど、手からこぼれ落としてしまったんだよ。あの、この子が勝負から逃げたんだ。それ言い出すとさ、強いフラグ引いた時も君が引いたんじゃなくて、誰か強いフラグ出した。いや、それは私が引いたんだ。おかしいやろ、それは。こいつはわがままだ。それはおかしいわ。こいつはわがままだぞ。おい、しれっと追加投資しやがって。ちょっと止まれ、しれっと追加投資して。バレた。これは頑張れ、頑張れ、そこの1528番台のオキドキ。あと1回光ってくれたのもから。そうなんですよ、本当に。だからそれまでバッチさん、ぜひともその天国を続けていただいて。わかりました。そうしよう。その任務受け負いましょう。そうしよう。もう何のどんな手だったか忘れちゃいますよね。もう忘れよ、忘れましょう。忘れよ、もう。忘れよ。初めて惚れた。剛腕の方が今回からお呼びしております。腕と腰がね。剛腕。ドン。ドン。もう引き引きですから。あ、もういつでもね。引き強出たか。出たか。いや、8連か、引き強としても引き強いな。剛腕。折れた。忘れよ。ダヤ。よし、なし。よし。あと一回、あと一回。ねえ、かなちゃんお願い、あと一回マイクで見せ場をお願いします。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11連目です。11連はすごい。で、今、次が12連目のチャレンジ。偶数だって分かってる時に11連はもうドキドキ意識、ね、しちゃうよね。あ、いるかもな、これはドキドキってるかもな。もしかしたらテンパイオンが全然鳴らないから分からないな。俺がやめようと思うと松本伸びるんだよな。いや、もう僕はこれはあれですよ、完全にもう前道が繋いでくれって言うから、繋いでてくださいね。まあ、しょうがなくですよ。単純に毎日あんな個人的なお金がどんどん減ってきますよ、ね。いや、全然それは大丈夫なんですけど。しょうがなく。俺さっきので抜けて終わりにしようかなと思ったら伸びたから。あらと。しょうがなくね。僕だっても時間来てるからもう連チャン終わらせようかなと思ってますけど。
すげえな、いつの間にやらわっしょいやら。それ今何枚ぐらいありそうですか？3500ぐらいかな、はあるかな、どうだろう。え、まだまだ伸びると思って。あ、抜けたなこれ。おそらく抜けちゃいました。まあ伸びた方だよ。上出来31ラスト天国は抜けました。おー33、なので、12連かな。私もこれまでやっちゃおう。12連試合終了。実戦終了というかで、外で結果発表の方に参りたいと思います。実戦お疲れ様でございました。お疲れ様です。はい、実戦終了でございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあさあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、今回は、まゆみちゃんをお迎えいたしまして、はい、迎えられました。夏の輪グッズを作るためのノルマに目指して、はい、2人で行きましょうということで、おきどきを2人で打ち切りましたので、はい、打ち切りましたね。お互いの収支の方、さまいの方をですね、はい、まずは私からいきます。はい、投資が前半戦から変わらず450枚、抽選のままです。はい、獲得枚数が最後に12連ぶちかまして3077枚。納得の3000枚オーバーでプラス2627枚でございます。素晴らしいです。文句なし。2人の挙動自体は文句なし、ね、気持ちいい連チャンを最後横で見させていただきました。すいませんね、すいませんすいません。いやいや全然、まあね、まあ積もっちゃったかななんて思ってます。はい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 、よくそんな方は私ですけど、あの後ね、まあ1回天国だけで落ちましてね、うん、できました。結構後半ハマっちゃったんですよね、600ゲームとかって。そのままね、コインは全部飲まれまして。後半は何回当たりました？後半は3回ですね。3回1回当たってすぐ天国上がってくれたんですが、3連で抜けまして、はい、そのまままたハマりまして、ハマってからカン追加投資シレットバレル、はい、おいきたマイナス1650枚という。全然あー来ましたね。まあまあまあねえ、うん、まあ、うん、適切な言葉を選ぶとすれば、うん、非常に地味な結果と。もう一陣に関してはもう後半からだんだん剛腕っていうワードを、ね、使わないように、ね、使わないようになっていくっていう。というわけでですね、トータルではプラスかな、うんうんうん、トータルではプラスで、我々2人で、はいはいはい、でまあ一応ね、まあ一応ね、助っ人だったってことで、はい、こうできればこうホームランをね、うん、プラスしたかったんですが、まあちょっとマイナスだったので、うん、削除で松本のプラスをします。小声極めて小声でことを進めるですね、足しませんみたいな助っ人ですもんね。2万5000枚を目指すのには、うん、足さないってことは、そう、まあ、プラスをこうしてほしかったんで、ね、だからけどマイナスだったから、ね、加算しないってことですね、うん、ダメ。いや、いいですよ、別に誰も文句言わないから。助かります、助かります。誰も文句言わないから、あとあとややこしくなるっていうのもあるんでね、減点しないってことで、まあ、トータル、はい、今日の松本バッジの抽出プラスと、うん、トータル2万1813枚ほうということなので、ほう、残り2万5000枚だと3187枚。いや、来た、これ決まるな、次3187枚。まあ、僕ら年間じゃねえや、今年度以内にやりたいと言ってたんで、はい、まあ今日10月20日、はい、で11月20日、12月20日2回に分けて3000枚をプラスすればいいという。いやー、できるじゃないですか。見えたよ。すげー、非常に現実的な数字なんですけど、うん、でもいわば2回打ちに行って3000枚浮かしてこいって、うん、すげえちょうどいい感じでプレッシャーっすよね。なんかこれが5000枚だったら、うん、いやちょっと暴れるしかねえ、やったらホームランだよ、スーパープレーだよつって勢いよってやれるんですけど、はい、これ下手こけないなみたいな。で次の回であわよくば決める、うん、で一番まずいのが次の回残り300枚ですぐ、うん、らいまで寄せて、うんうん、最後を迎えた場合もう12月はもうガッチガチで立ち回るはずですよ。
あ、もうあの一番に並んで花々行きます。本当で剣鉄のバチさんが見れるかもしれない、ね。そうだね。朝から花火サンダー芝かもね。ある可能性もありますが。お前こりみたいな。いやまあできればね、あのディフェンスになってほしくはないね。いやそうですね。まあやっぱね、この番組カラー上、攻め一辺倒で今まで来ましたから。そうだね。まあオーバーキルやるぐらいできますよじゃあ。まあ、あんまりね守りに入らない立ち回りで、まあ、達成したいっていうのが、ね、理想ですね、特大ホームランで最後の1枚どころじゃなくてね、ドスッと決まって、はい、気持ちよく達成ってやりたいです、でさらりとですね、あの僕らあの11月12月とかね年内とか言ってますけど、まあ、実はあの本当は、ケイズさんとのね、バグビー契約が本来今月でここで終わりだった6ヶ月刻みで更新されてるけど、いつもね更新されるかしないか今日の実践次第とか言ってたんですけど、更新決定してます。はい、ね、そうなんです。実は決定しておりますので、ありがたいことにですね、もう願ったり叶ったりですね。そうなんですよね。我々にしては我々にしてはもうね、そうですよね、願ったり叶ったり、まあその続けも続こうとね、岐阜で美味しいもの食べたり、まあ前の日売ってみたり、楽しい岐阜県のね、楽しそうですもんね、ことをお伝えしたいと思いますね。だからもうねやっぱ決めましょう、ケイジさんでお世話になってるうちに、グッズスタートと配布スタートとしたいですねやっぱり、はい、まあその一歩をね刻みに、せっかく来てくれたわけですけれども、はい、はい、私は感想は、今日はどうですか、どうですか、感想をね一向に喋りませんか。楽しかったですよ、本当いつも見てる側なんで、それをまた生で感じられて、で今回このグッズに向けてのこの計画ですか、ミッションですか、やっぱもっともっと次だから11月12月今度応援は待つ方ですけど、本当ここが応援する側として見させていただきたいと思います。楽しみにしてます。もう最後にいいですよ、そのオンエアには乗らないね、その鬼 D のクズっぷりとかを今日は見たと思うので、ツイッターでつぶやきましょうかね。俺のクズっぷり、俺かい、君じゃなくて、え、私ですか、俺クズっぷりやった、あれでしょ、もう今日はしょうがないすごいから最近好感度がすごい、好感度がすごいから最近はよからぬ好感度が上がってきてるから、ってる削っていかないと。あ、これちょっとダメだ。いやそれこそね、お前の好感度で本当はおかしいのは僕はみんなが見たまんまですわ、嘘じゃねえかよ。いやそんなことスイッチオフ、オフモードが結構お互いケラしちゃったりしてますね。お互いのねそういうあの何も誰も得しないやけど、やめよう。そうだね、そうしよう。やめよう。まあまたですね、機会があったらご一緒できれば。いやぜひとも、ちょっともうちょっと極めてきますね、リベンジをしにね。リベンジをちょっといいかもしれないですね。ご案言われましたが、まあ今日で実証された通り、まだちょっと早い称号なので、あれしたらいいんじゃないですか、那須がママにはまだ置いといて、あの DMM パチタウン内でちょっと三宅ナビと対決するっていうね、なかなかのメンバーでやりますね。そう、三宅ナビとね、なかなかのメンバーだな。どっちかが嘘ついてんじゃねえかっていう対決を。いや嘘かな、それ作り手によってもクズになる可能性があるけど大丈夫かな。まあまあ見せてくれれば。それじゃあね、このグッズが無事出来上がるのかどうか見守ってください。いやぜひとも、もう本当応援してます。頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。こちらこそ本当お邪魔しました、ありがとうございました。皆さんもありがとうございましたということで、また次回も、ケイジさんからお届けしますので、楽しみにしていただけたら幸いでございます。今回はまゆみちゃんをお迎えしてお届けしました。それではさようなら、また次回お会いしましょう。バイバイ、バイバイ、さようなら。